6月4日というキーワードに敏感になっているようです今日う31歳の誕生日を迎えた中国の映画監督ビーガンさんネット上では奇妙な現象が起きていますビーガンさんの誕生日を検索すると1989年の6月までで止まっています6月の何日に生まれたのか書かれていないんです31年前の今日は 中国政府が民主化運動を武力で弾圧した天安門事件の当日で、当局がこの日付が人目に触れないようネットを規制したとみられています。当局への反発なのか、ビーガンさんにはたくさんのお祝いのメッセージが届いています。